はい。今回の動画は、ワードで文章全体を一発で選択する方法をご紹介します。で、ワードで文章を作成してですね、この文章全体をですね、まとよく選択したいと言ったときにですね、このマウスのドラッグではなくてですね、一発で簡単にですね、選択する方法がですね、一応全部で3つありますんで、今回の動画ではですね、そのやり方をですね、ご紹介します。 それではね、まず一つ目なんですけども、このマウスでですね、このね、マウスのポインターをこのね、文字のですね、この左側の方に持ってってもらうと、このマウスのポインターのね、この形が、この形から、こういうね、白い矢印の形に変わりますんで、まあ、ここでですね、まず一つ目のやり方としては、トリプルクリックですね。まあ、3回カチカチカチという風にね、マウスを押します。 まあこういった形ですね。そうするとね、こういうことでですね、こういった形でこの文章全体をですね、一発で選択することができましたということですね。で、次に二つ目のやり方なんですけども、これはですね、文章の中どこでもいいんでね、キーボードのですね、コントロールキーですね、まあ、CTRL というふうに書かれているキーを押しながら、この文章の中どこでもいいんでマウスをクリックしてください,、はい。そうするとこういった形でですね、これでもね、この文章全体をこう一発で選択することができます。 で、最後の3つ目なんですけども、これがね、まあ一番ですね、多くの方がこのね、前提を選択するときにね、使っているものだと思うんですけども、ショートカットキーというやつで、先ほどと一緒でコントロールキーを押しながら、アルファベットの A を押します。 はい。そうすると、これでもですね、この、ね、文章全体をこう一発で選択することができますんで、まあ、今回この3つのやり方をですね、ご紹介しましたけども、まあ、人によってですね、まあ、あのやりやすいやり方というのがあると思いますんでね、まあ、この3つの中からね、まあ、どれか一つ自分の、ね、やりやすい方法でですね、この文章全体をね選択するときに使ってもらえると便利かなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。